皆様にご挨拶いたします。大野島選手、お願いいたします。北の大地でプロ野球人生をスタートし、北海道日本ハムファイターズの温かなファンの皆様に育てていただきました。そして小さな頃からの夢であり憧れでもあったブルーのユニフォームを着てグラウンドに立ち、このドラゴンズのユニフォーム姿で引退することができる私は本当に幸せ者です。もっと勝ちたいという一心で15年間戦ってまいりました。そんな日々に今日ピリオドが打たれます。15年間支え応援してくださったファンの皆様がいたから今日私はここに立てています。本当にありがとうございました。改めて感謝を伝えたい方々がいます。9歳から野球を始め、辛く逃げ出したい時、いつでも帰ってきてもいいから自分らしく頑張ってきなさいと背中を押し見守ってくれましたね。その言葉を胸に今日までやりきることができました。お父さん、お母さん、ありがとうございました。いつ時もすぐそばで支えてくれたと、ありがとうの言葉では伝えきれることができないほど深く感謝しています。ここ数年思うような結果が出ない中、あなたのポジティブな言葉が私を前向きにさせてくれました。あなたの存在がどれほど大きかったことか、本当にありがとう。愛する子供たちへ、パパ、今日も頑張ってねと毎日笑顔で送り出してくれましたね。いつまでもパパの一番のファンでいてくれてありがとう。最後までパパの夢を応援してくれてありがとう。これからはみんなの夢を一緒に叶えましょう。最後になりますが、本日セレモニーを開催してくださったドラゴンズ関係者の皆様、立浪監督、ジャイアンツ関係者の皆様、お越しくださった中日ジャイアンツのファンの皆様に感謝を申し上げます。私の野球人生を支え指導してくださった恩師、監督、コーチの皆さん、一緒に戦ってくれたチームメイト、そして全てのプロ野球ファンの皆様、15年間本当にありがとうございました。
終わった15年間でした。ありがとうございました。続きまして